はいどうも、カードショップ山本屋の山本です。いつも動画を見ていただきありがとうございます。毎日18時に MTG 関連の動画をアップしています。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録、あと高評価、グッドボタンよろしくお願いします。はい、本日紹介するデッキはこちらです。はい、セレズニアグロということで、はい、土の勇者、今回2回目なんですけど、まあ、こいつを使っていきたいなということで、構築ガラッとミドタンから変えまして、セレズニアでね、はい、まあ、両方能力を使っていけるようにね、組んでみました。まあ、今回ね、昇降の巨匠アタッカーとして非常に優秀なんで、こいつ採用してます。あと結構1マナのクリーチャーやらスペルが多めに入ってるという感じです。まあ、あとはこいつですかね、西のキノコ玉でランプできて、土の勇者の能力をね、複数使っていきたいなという感じのデッキですね。さあ、それではね、早速、やっていきたいと思います。はい、プレイ。さあ、7枚でキープします。ターン終了。さあ、先方がありがたい。さあ、出迎え。さあ、出迎え。さあ、有望な進化で宝物出しますか。さあ、アタック。さあ、土の勇者。さあ、ここからだな。農家の勇気。さあ、ターン終了。さあ、さらにジンが出てくる。さあ、西のキノコ玉。さあ、アタック。さあ、あと5点押し切れるか。3体目。これは結構珍しいですね。陣が3枚並んでるのはめったに見ないね。2体をタップする。はい、 OK。 さあ、アタック。ターン終了。まあ、際どいっちゃ際どいな。どうなんだろうね。
さあ、アタック。さあ、これでめっちゃ楽になった。ターン終了。はい、対戦ありがとうございました。さあ、7枚でキープ。ターン終了。青か。でもさっさと巨匠出そうか。さあ、お相手はもう陣なんで、どうだろう。タミオの保管がないっていうのがちょっと寂しいけど。さあ、農家の勇気。うん。来たか。出迎えはじゃあいらないかな。さあ、アタック。ターン終了。とりあえずタミオの保管で守りながら行こうか。ジンあったらジン出してきそうですね。出さんと終わりそうな。これは最強の引きですね。タミオの保管。タミオの保管。これで決まりましたね。はい、対戦ありがとうございました。さあ、7枚でキープ。さあ、有望なシート。さあ、出す。さあ、まずいね。プライチカウンターが乗らないね、これだと。どうしようか。さあ、斧強いな。タミオの保管1枚してるか。さあ、アタック。まあ、粗暴な聖戦士来たとして、タミオの保管で守って、西の機能小玉かな。意外と何もない。これ行きたいんだけどね。まあ、もう普通に殴るか。さあ、アタック。
さあ、民王の保管。さあ、黒玉。はい、対戦ありがとうございました。さあ、7枚でキープ。ターンシュル。さあ、祝祭の出迎え。なかなか生きて帰ってこないですよね。まあ極楽鳥並みに帰ってこない。まあそれは仕方がない。さあ将校の巨匠ターンする。さあ、アタック。ターン終了。さあ、どうきますかね。てきてくれた方が楽な気もしますが、さあブロックしない。ターンもらいます。でドロー。間違えた。普通に四天使の方にハンコンつけた方が回復するっていうね。普通に間違えたの。さあ民王の保管。さあ、ターン終了。安全の加護。できれば巨匠に押したかったですけど、残念ですね。
まあまあこれはありがたいか。さあタコ。さあ銀行破り破壊しておきます。ターン終了。さあ流されない限りはいけるんじゃないかな。おおなかなか遠いね。簡単にはいかない。そう、しかも巨匠に全然ね捕らえさせてくれんから結構きついんだ。実はちょっときついんだ。しかし来ましたね、強いのが。さあ土の勇者、これで勝ちですね。一気に打点が上がりますね。さあ巨匠に飛行をつけます。はい、対戦ありがとうございました。さあ7枚でキープ。さあ融合のシントからいきます。なのか。それはまだありがたいかな。さあ出迎え。さあだっ。さあフェニックスが22で殴ってくる。あーこっちでいいか。さあ出迎え。プライチカウンターの制定を殴っていく。最終視点紙でライフゲインできるんで気にせず行きましょう。っていうか向こう土地1枚でキープしたんですね。なかなか強いキープっすね。あら、これもプライチカウンターでいきます。さあアタック。平地平地で持ってきます。これでターン終了。さあ殴り合いですか。ブロックしない。まあもうそこが焼かれても特に。さあハンコンつけて殴っていきます。さあ土地を出してターン終了。まあ視点紙はもう安全の加護で守れるんで、まあまあもう勝ちですね。さあ安全の加護。
お、土の勇者来ましたね。いいですね。はい、対戦ありがとうございました。さあ、対戦相手先行。場合によったら巨匠で一気に行きたいところですけど、まあ安全に出迎えとかで行った方がいいかな。2ターン目は、さあ7枚で切符、早そうだな。ターン終了。めっちゃ速そう。間に合いますかね。これで焼かれながら突っ込んでこられるのが一番きついんだけど、次のターンタミオの保管構えながら出迎え撃てるから、うわあ、容赦ないね。ターン終了。わー、容赦ないね。これどう？殴ってくる。何点？ 8 点。さあブロックでタミオの保管。まあ面白いですね。警戒で殴っときますか。ターン終了。これは勝ったんじゃないか。まあフルパンしてくるわな。それで何点くらいます？ 6 点か。ブロック、さあタミオの保管。さあ将校の巨匠で2点回復。待てよ。アタック、ターン終了。
さあ、これは突っ込んできにくいですね。それでも突っ込んできますか。さあ、ブロック。いらんだろうな。まあ相手に一番の絶望はここでしょう。さあ、ハンコン。さあ、一体でアタック。ターン終了。まあ、それでも突っ込んでくる。さあ、ブロック。さあ、タミオの保管。はい、対戦ありがとうございました。しようか。もう一個白マナとりあえず欲しいね。有望な神秘。珍しいのが来ましたね。あ、リアニですか。リアニですか。リアニですか。やけど。アタック。リアニで速攻という感じでしょうか。しかもタイタンね、相性悪いね。あ、リディアナ、それは良くないな。お、ハンド捨てに来たか。ここ捨てるか。もう本体殴った方が早いか。殴るか。must be made.
緑も出てきた。ここで問題なのが、これを構えた方がいいかどうかですね。さあ、土の勇者、構える方向で。でギアに来るとしたら次のターン普通に飛んできそうだね。さあ、だっさあ、平地平地出してターン終了。アーティファクト破壊とライフ回復か44か44できたか、まあ、破壊させない。ハンド捨てる方向でお願いします。よし、来ましたね。これで勝ちか、勝ったか。さあ、斧強い。さあ、ダック。はい、対戦ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。セレズニア、なんだろうね、ミッドレンジアグロ、ちょっと分かりにくいます。とりあえずセレズニアアグロと書いてますけど、はい。まあ、土の勇者をね、がっつり使いたいということで第2弾だったんですけど、まあまあ、回った時がすごいね、破壊力あったんで面白いデッキだなっていうのと、まあ、序盤軽いのと、巨匠相変わらず強いなっていうのと、ここもうちょっと活かしていきたいなと思うんですけどね。アーティファクトデッキ、アーティファクト寄りにもっと作ろうかな。セレズニアかミドタンか。まあちょっとそこら辺またちょっとやっていこうかなと思います。はい、まあそんな感じで。土の勇者好きな方はね、ぜひ遊んでみてください。さあ、それでは今回ここまでです。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。